陸上自衛隊幹部、学校陸上自衛隊幹部学校は、防衛省目黒地区内に所在していた、防衛大臣直轄機関の一つ。陸上自衛隊教育訓練研究本部の新編に、伴い、2018年3月26日付を、もって廃止。陸上自衛隊の上級部隊指揮官、または、幕僚としての職務遂行に必要な知識を呼び、 技能を習得させるための教育訓練の実施を任務としていた。帝国陸軍の陸軍大学校、陸軍高校学校に相当する陸上自衛隊の最高教育機関であった。このうち式爆僚課程、技術高級課程、幹部高級課程への入校は極めて困難であった。なお、自衛官を文官同様の階層意識で捉えることには様々な意見があるが、 式爆僚家庭履修者以上の幹部自衛官は、実質条文官におけるキャリアと同等の待遇を受けるとされる。しかしながら、内局の課長職総統のポジション、諸外国軍の順庄に総統に就任する時期は、国家公務員愛種試験合格者と比較すると、約6年近く遅れている。陸上自衛隊研究本部及び陸上自衛隊幹部学校は、 平成29年度末をもって廃止され、防衛省目黒地区において、陸上自衛隊教育訓練研究本部として再編成された。教育訓練研究本部においては、研究本部及び幹部学校の任務のほか、陸上自衛隊の各職種学校の運営を統制する任務が付加される。ありがとうございます。